それではハードのディスクの入れ替えをしたいと思います。まずテラに変えようかと思います。出していきます。こちら USB 接続になってますんで、このハードディスクをこの辺りから、この下にあの取り付けビスがありますんで、この辺りからちょっと上に持ち上げるようにします。それで手前に引き抜けばハードディスクが取り出せます。ということでこちらはこれで OK です。続きましてですね、本体のハードを取り出したいと思いますが、まずですね、電池を取り外しておきます。それでですね、次にハードディスクを再セットアップして、取り出します。このバイオの場合は、こちらにハードがセットされておりますので、うまいこといかなかったら元に戻せたり、あちこち解体しなくていいんで、現在ですね、これは Windows 7なんです、私。それで、この際ね、これがハードディスクになります。こちらに、引き抜く感じですかね。これでこちらを持ち上げれば取り外し完了です。500GB取り替え完了してきましたので、セットしたいと思います。これでドキドキするな。あとはですね、再インストールがうまくいけば、快適に変になるという保証はありません。自己責任です。さあ、これでですね、よし、OK。